静岡県の県立の劇団スパックです。今日は静岡まつりが開かれているここ駿府城公園で竹千代と石合戦を上演しました。静岡はフェスティバルの街、1年を通してさまざまな演劇やダンス、大道芸などのパフォーマンスを静岡の街で見られるように毎日頑張っています。オリンピックで海外からいらっしゃった観光客の皆さんにもスパークの作品をはじめ静岡の街を楽しんでもらえたらと思います。ゴールデンウィークにはスパークが富士の国世界演劇祭を開催しています。世界中からこれは面白いという作品がこの静岡に集まってきます。世界と静岡がダイレクトにつながる演劇の祭典をぜひ体験してください。静岡から世界へ、オリンピックを。